この村の去年の年貢はと。えいちゃん、こっちの村の人口の推移少しおかしくないかな。どれどれ。うん、ちょっと変ねこれ。後で調べておくわ。うん、お願いね。シュリちゃん、シュリちゃん、都近辺の米相場高騰しそうな気配があるんだけど、どうしたらいいのかな。備蓄米を放出して相場の調整を仕掛けるしかないかな。でも備蓄米ってどれくらいあったっけ。10万石はあると思うけど。じゃあそのうちの3万石を放出して様子を見てみよう。軍部の方の調整ひなりちゃんにお願いしてもいい。うん、了解だよ。ご主人様、町の商人さんたちから陳情書が上がってきてるんだけど、これどうしよう。なんか税をもう少し安くしてくれって。それが無難ね。人の欲なんて再現ないんだから。その理由は簡単かもです。うん、簡単ね。簡単なの？ええ、すっごく簡単。自明の利ってやつ。つまり、あんたが舐められてるってことよ。人は優しくするとつき上がりますからね。でも陳情書が上がってくるってことは税率に不満を持ってるってことだよね。そうですね。相場よりも少し軽いぐらいの税率ですから、それで減税を求められても。良いです。情けを見せて譲歩すればどんどん踏み込んでくるでしょうし、毅然とした対応がよろしいかと。そういえば青州の方で奇妙な噂が流れてるって報告が上がっていますね。北海ね。つい最近女服が帰ってきたっていう噂がそこかしこで流れてるみたい。女服？女服、なんか聞いたことある名前だね。けど誰だっけ。女服といえば始皇帝の時代に不老長寿の戦略を求めて東方に旅立ったと言われる奉仕の名ですね。ほう。ご主人様が言うとなんだか説得力あるね。問題ですね。ですが青州は技量ですから、必要以上に私たちが干渉するのはあまりよろしくはないかと。技のことならカリンさんに聞くのが一番。ってわけでご主人様、カリンさんに聞いておいてね。
猫の手も借りたいぐらい忙しい政務の現場で、抜けても比較的戦力の低下が少ない人といえばあんたしかいないでしょ。本国の状況を把握するために屋敷で死者の接見を行っているという連絡がありましたから、大丈夫なはずですけど。僕らだけで回せるわけじゃないんだから、用事が済んだらさっさと帰ってきなさいよ。あれ？兄様？あ、兄ちゃんだ！カリン様に頼まれてお買い物です。美味しいお菓子を探してきてって言われたから、ルルと屋台巡りしてるんだよ。それが、カリン様の食通ぶりは大陸全土に広がっていて、腕に覚えのある二級厨師から特級厨師、その他の職人たちがこの町に集まってきてるんです。カリン様のお墨付きをもらうためです。美味しいって言われることで、そのお店は大繁盛するみたいですから。だから屋台巡りが楽しくって仕方ないんだ。兄ちゃんも一緒に行こうよ。お仕事ですか？あ、だったらお屋敷までお供します。いいよね、キー。うん、カリン様と兄ちゃんをお守りするのが僕ら親衛隊の役目だからね。一応カリン様のお口に合いそうなのはいくつか買ってますから。兄ちゃんの分は僕の分を譲ってあげるから安心してね。大丈夫です。キーってば、自分の分だって言いながらそれぞれ20個ずつ確保してますから。うん、いいよ、1個だけあげる。はい、では兄様、お屋敷に案内しますね。出発進行。巨匠にあるお城の本丸と同じぐらいの広さがあるしね。カ
リン様は必要ないっておっしゃったらしいんですけど、意を保つためにも装飾は必要だって軍師の方たちが強行しちゃったみたいです。よくわからないけど、カリン様がダメって言ってないから多分いいことなんだね。私たちももう少し勉強しなくちゃいけないのはわかってるんですけど。わからないものはわからないから勉強したって仕方ないよ。そうでしょうか。あ、ルルだけずるい。兄ちゃん、僕も頭なでなでして。それじゃ兄ちゃん、カリン様のところまで競争だよ。お好き。もう勝手なんだから。一番。二番。息切らして、兄ちゃん情けないの。でしょうか。はい、ちょっと待っててくださいね。何がいい子だねよ。意味がわからない。しかもキーとルルの二人をお供にバカ騒ぎして。何なの？バカなの？死ぬの？まったくです。大騒ぎならば他でしてもらいたい。まあまあ、お兄さんが小さな女の子を連れ回すのはいつものことですし。はいはい、ではそういうことにしておきましょう。で、何をしに来たのですと聞くためにでって言ったのですよ。見てわからないの？カリン様はご不在よ。マジですよ。カリン様は現在、春蘭様たちと共に義軍この絵の演習展覧に赴いています。ああ、それなら思った以上に本国からの使者が少なくて、すでに終わってしまいましたよ。120人ぐらいね。200は来ると思ったから報告しておいたんだけど、カリン様には必要なかったみたい。で、カリン様に何の用だったの？まさか昼間からネアを目当てにやってきたんじゃないでしょうね。万年発情男、全自動からくり成功人形、腐れちっぽ野郎。変な報告？どんな？うむ、では失礼しまして。ふむ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 。
クが帰ってきたらしいですね。はあ？ジョフクって…あのジョフク？始皇帝時代のペテン師の？そのようですよ。3ヶ月ほど前に忽然と姿を現したようですね。ジョフクとはいやはや、良いところをついたペテンが流行っているようですね。当然でしょう。人間100年生きられればいい方です。ジョフクは真の始皇帝の時代に存在した人物。すでに200年以上も経っているのですから、間違いなく偽物でしょう。あんたの存在理由と同じってわけね。まあお兄さんはちんこ三寸でうまく立ち回るだけの人でしたけど、宗教を絡めそうな人間を放置してしまってはまずいでしょうね。カズト殿のようにかなり多めに見てまともならば、様子を見るというのも手でしょうが。全面的に人格否定をしていないんだからまだマシだと思いなさいよね、バカ男。が考えるにですね。おいそこまで言って寝るな。おと寝たふりをするネタを久しぶりに披露させていただきました。その反応には言いたいこともありますが、今はぐっとこらえつつ。呪服を語る者に対しては捕獲した後で斬首が最も良いかと。当然ね、こういうペテン師を放置すれば黄金島の二の舞になるのは目に見えてるわ。大陸の平穏を守るためにはペテン師一人を極刑にするなど安きこと、当然でしょ。うん、お兄さんは納得いっていないようですね。ふん、また綺麗事でも言いたいの？何なの？バカなの？死ぬの？っていうか死ね。二人の言う通りです。害虫は百害あって一理なし。上に立つ者として慈悲の欠け所を間違ってはいけませんね。相変わらずのアマちゃんぶりね。あんた本当死ねばいいのに。バカにつける薬がないなら死ぬしか治る方法はないでしょ。考え方がバカなのではなく、その無駄な慈悲を費やす時期の選択がバカなのですよ。たかがペテン師に慈悲を施したとしても、それが何かを生むわけでもない。それを分かっていないことがバカと言われるゆえんです。まあそういうところを魅力的だと見る人もいるでしょうか。どうすぎれば…うぜえから死ね。と言われても仕方がないでしょうね。私たちの判断に異があるのなら、他の国の賢人にも意見を聞いてみてはどうです？五の美醜老や入場美玉、陸白玄、その二人に聞いてみても良いのでは？に栄養行き過ぎな軍師が役に立つかしら。まあまあ、
自分がささやかだからってそんなに敵意を見せなくても。別にそんなんじゃないわよ。現実から目を背けてもいいことはありませんよ。あんた昔はナギを敵扱いしていたくせに。広く世間を見ていると自らの価値と立ち位置が分かったのですよ。というわけでカズト殿、一度五の軍師たちにも意見を聞いてみるのも良いでしょう。はいはい、では行ってらっしゃい。やれやれ、相変わらずバタバタした方だ。バタバタではなく一生懸命なんですよ。バカが一生懸命だと壮絶に旗迷惑なことをしでかす可能性があるから、あいつには城に引きこもっておいてほしいんだけど。まあふらふらと屋敷の外を歩かれると命を狙われる可能性もありますからね。ケイファちゃんはそれが心配なんですね。誰が心配なんてしてるものですか。バカなこと言ってないでさっさと仕事に戻るわよ。カリン様がお戻りになる前に今月中に処理する案件まとめておかないと。了解です。ではお仕事に戻りましょうかね。キイちゃん、ついでだからお仕事手伝ってくださいね。頑張ります。